はい、皆さん、こんにちは。9月24日土曜日です。今日もアーバン市、カリフォルニア州アメリカからお送りいたします。コーチアレックスでございます。どうぞお付き合いくださいませ。さて、皆さん。またですね、試合運びがですね、途中まで良かったんだけど、そのうちはね、まあ、新しいピッチャーが出てきて、スリーランホームラン打たれて、まあ、またね、ちょっとつまらなくなって、最後にまたね、チャンスが来たんですけどね、大谷さんがね、打った後にね、フォアボールと思って走らなかったのよ。もしこれ走ってればね、少なくても1点は入ったんだね。そしてまあ、その後は分かんなかったんですけど、まあ、とにかくそういうことなく、まあ終わりました。でもまあ、大谷さんの、ラッキーなダブルもあって、それから、RBI2 つ、このね、大谷さんがあって、それからまあ、とにかく5打席のハイライトがありますので、ぜひご覧くださいませ。でね、今はね、お話はね、もうみんなね、大谷さんの 200K 三振、そしてから、アルバート・プホ、以前大谷さんと同じ、まあ、エンジェルスにいたんですけど、彼の700本ホームランを打った。そして、まあ、ジャッジの、まあ、60本。という、こういう話題でね、もう、あちらこちらそういう話題ばっかりでございますから、とりあえずね、大谷さんのこの200の話題からちょっと行きたいと思いますね。200個の三振おめでとうございます。大谷さんということでね、200奪三振ということでございますね。はい、ということでございます。情報がこういう感じでございます。じゃあ行きましょうか。はい、お願いしましょう。さくらちゃん呼んでください。お願いします。200個の三振、大谷の新たな歴史。戦いのコントロール、天候、ニュエイスターが最初に200奪三振を記録し、1シーズンで30ホームランを記録。これもね、本当にね、歴史でございますんでね、どん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 歴史を作っております。はい、歴史ですね。はい、次、じゃあ、はい、どうぞ行きましょう。ミネアポリス、二刀流スーパースター、大谷翔平は、本質的に彼自身のマイルストーンを作成しています。うん。大谷は金曜日にターゲットフィールドでツインズに4対2で勝利し、5イニング強で7打者を三振に取りました。シーズンで初めて200奪三振を記録した。打者として146試合で34本塁打を放っている大谷は、シーズン中に打席で30本塁打、マウンドで200奪三振を記録した最初の AL または NL の選手になりました。いいね。以前は、1シーズンに200回の三振で投手が打った本塁打の最多は7回で、これは1965年に殿堂入りしたドンドリス・デールと1966年にアール・ウィルソンが達成したものでした。大谷翔平の200回目の計。2022年9月23日中黒0時36分。うん、大谷翔平の200回目の計。それは私にとって大きな節目です、と大谷は通訳の水原一平を通して語った。なるほど。それは、6日ごとに一貫してマウンドを取ることができたことを示しています。確かにね。ALMVP の現職である大谷は、60本塁打を放ち、3冠のチャンスがあるヤンキースのスラッガー、アーロン・ジャッジと共に、今シーズンも引き続き MVP レースで熱戦を繰り広げています。確かに。大谷も際、ヤング賞の主張をしているが、寒さと雨のコンディションで最高のコントロールができなかったため、ツインズに対してシーズン最高の6四球で彼の大義を助けなかった。しかし、彼は打席打数4打率1で7回打点安打を放ち、今年は.271、358.534 で34本塁打、28二塁打、90打点を記録しています。まあね、寒いながらでもね、よく耐えて頑張りましたね。はい、続きましてこちらです。どうぞお願いします。3安打で2失点を喫した大谷は、濡れたマウンドに慣れるのが難しかったと説明した。そりゃそうだね。着地点に問題があったので、少し滑ってしまうのではないかと心配していました、と大谷は語った。しかし、これは将来起こることなので、慣れて取り組まなければならないことです。しかし、私は本当にそれになれることはなく、諦めた6回のフォアボールでそれが示されました。私は本当にそれほど気分が良くありませんでした。Oh my goodness. しかし、
大谷は今シーズンもエースのような投球を見せており、26試合で14勝8敗、防御率 2.47 を記録しています。彼はまた、153イニングで203打者を三振に取っており、メジャーで最高の三振率を達成しています。彼は今年あと2回先発する予定で、エラのタイトルを獲得するには162イニングが必要です。最、ヤング賞の他の上位候補はホワイトソックスのディラン、シーズ14勝7敗、防御率 2.13、173イニング217奪三振と、ヒューストンのジャスティン、バーランダー、17勝4敗、防御率 1.82、奪三振167奪、163イニングで。なるほどね。じゃあ最後の方になりましたか。どうぞお願いします。大谷は4回2死に、2対2のカーブボールでゲイリー・サンチェスに三振を奪わせ、200奪三振をマークした。サンチェスの三振で、彼は2010年のジェレット・ウィーバー以来、シーズンで200奪三振を記録した最初のエンゼルスの選手になりました。そして彼は、ダルビッシュ有、野茂英雄、松坂大輔に続いて、偉業を成し遂げた4番目の日本人生まれの選手になりました。確かに。彼がやっていることは信じられない、と、右翼手テイラー・ウォードは言った。彼は毎日来て、仕事をしています。彼のルーティンを毎日見るのは、ただただ印象的です。最大の欠点は、0対2カウントでニック・ゴードンにリードオフシングルを譲ったことだと思う、と大谷は語った。今振り返ってみると、プレーできる球がいくつかあった。しかし、ループは私にとって巨大でした。彼は私よりも多くの勝利を得るべきだと感じています。まあ、ループがね、助けてくれましたよね。うまくいきましたよね。で、打たれた球は、あれはね、ちょっと、シフトに入ったから取れなかった。本来はね、ダブルプレーの球だったんですけどね。別に、ガーンと打たれたわけで、パスが通っていったからね。ちょっとでもこっちだったらね、全然違ってたでしょうけど。じゃあ続きまして、これでございます。はい、これもちょっと行きましょうか。はい、お願いします。アーロン・ジャッジは MVP 賞に値するが、翔平、大谷はそれ以上の価値がある。おお。ベン・バーランダー。フォックス・スポーツ MLB アナリスト。ベン・バーランダーも皆さんご存知だと思うんですけど、ジャスティン・バーランダーの弟ですよね。まあいろんな番組、フォックスに出たり、MLB やったり、それから自分のあれもやってるんですけど、彼はね、やっぱりね、彼も値するけど、大谷さんはそれ以上の価値があるよと。じゃあ、どのようなこと、あとちょっとお願いします。はい、どうぞ。2022年 ALMVP の議論は最近激化しています。確かに。それはスポーツで最も分裂的なトピックの一つであり、それには正当な理由があります。両方の候補は非常に印象的なシーズンを過ごしています。確かに。アーロン・ジャッジは、1位のニューヨーク・ヤンキースを率いながら、MLB 史上最高のオフェンシブシーズンの一つをまとめています。大谷翔平は今までにないことをやり続けています。これですよ、皆さん。彼は打席で素晴らしい数字を出し、マウンドで素晴らしい数字を出しており、何ヶ月もの間.500の反対側にいたロサンゼルス・エンゼルスチームのために、そうしています。頑張ってますよ、皆さん。ここが、続きましてどうぞ。一部の人々にとっては、あなたのチームが勝っていないのに、あなたは本当に価値があるのだろうか、という議論になります。答えはイエスです。野球は他の主要なアメリカのスポーツとは異なります。バスケットボールでは、MVP がチームにいる場合、プレーオフに進出します。レブロン・ジェームズについて考えてみてください。彼の全盛期には、いつでもどのチームにも行き、候補にすることができました。サッカーでは、ほぼすべての MVP がクォーターバックです。あなたのチームが最高の QB を持っているとしたら、どう思いますか？あなたはプレーオフをするつもりです。野球はそうじゃない。世界最高の選手を獲得できても、非常に優れたチームを編成することはできません。なるほどね。過去10年間、世界最高のプレイヤーはマイク・トラウトでした。エンゼルスの中堅手は3つの MVP 賞を受賞し、1つのポストシーズンシリーズでプレーしました。エンゼルスは3試合で敗れました。
No. そしてどうなったその後。その後はいどうぞお願いします。ナショナルリーグのブライス・ハーパーとアメリカンリーグのショウヘイ・オオタニの両リーグの MVP がプレーオフを逃した2021年以降は見逃せません。確かにもらったね。過去6年間で、メジャーリーグベースボールの MVP 受賞者12人中5人がプレーオフに進出できませんでした。なるほど。野球選手の周囲の才能を責めることはできない。なるほど。ヤンキースとエンゼルスがジャッジを大谷と交換したとしても、エンゼルスはまだ良いチームではない。ヤンキースは依然として AL イーストで優勝する可能性があります。では、なぜプレイヤーが囲まれているプレイヤーにペナルティーを課すのでしょうか。野球でそれが非常に異なる理由は、あなたがどれほど価値があるとしても、ヒットする必要がある他の8人のプレイヤーがいて、反対側に27のアウトを作成する必要があるためです。なるほどね。ゲームのほとんどは、一人のプレイヤーのコントロール外です。しかし、エリートレベルで両方のことを行うプレイヤーが一人いるとしたらどうでしょうか。その選手は、一般的にリーグで最も価値があると考えられていませんか。さて、その選手は大谷翔平です。おお、言いましたよ。大谷の価値は、エリートレベルでのピッチングとヒットの両方の能力から来ています。素晴らしい。そして、彼はギミックとして両方を行っているだけではありません。彼は両方が本当に上手です。ハイレベルだね。あなたはその才能のすべて、その価値のすべてを一つの名簿から得ています。その一つの場所から、ラインナップの中間のバットとスタッフのエースを獲得し、追加の名簿スポットを残すことになり、それ自体が価値を高めます。ということですね。マウンドでは、大谷はブレーブスのエース、マックス・フリードに匹敵するシーズンを過ごしている。見てみましょう。はい、見てみましょう。どうぞ、お願いします。はい、最後。フリード、13勝、防御率 2.52、防御率164以上。リーグ平均より 64% 優れている 159K FIP 2.79、大谷13勝防御率 2.43 防御率165以上リーグ平均より 65% アップ 196K FIP 2.44。 打席では大谷はブレーブスの MVP 候補であるオースティン・ライリーに勝るとも劣らない。ライリー打率点 276、34HR、92打点、.891 オプス、143オプスプラス、リーグ平均より 43% 良い。大谷、平均点 268、34HR、89打点、.891 オプス、148オプスプラス、リーグ平均より 48% 良い。大谷はジャッジと同じように攻撃的なシーズンを過ごしていますか？いいえ、しかし、それが議論になったことはありません。ジャッジは間違いなく MVP シーズンを迎えています。彼はほぼ確実にアメリカンリーグの本塁打記録を破るでしょう。彼は2012年のミゲル・カブレラ以来となる三冠を達成しています。しかし、大谷はマックス・フリードとオースティン・ライリーです。エリートレベルの投球と打球ができる選手がいる限り、彼を倒すのは難しいでしょう。大谷さんがやっていることは珍しいことではありません。前代未聞です。だからこそ、最も価値のある選手は大谷翔平だと思います。出ました。ベン・バーランダーは、FOX スポーツの MLB アナリストであり、フリッピン一重引用不罰、ポッドキャストのホストです。まあ、彼がそういうこと言ってるんだね。まあ、ということは、そういう理論、まあ、それからね、この方、700本、今日もなんか打ったらしいんですけど、本塁打、アルバート・プーホールズが、まあ、まだ彼も伝説のホームクラブで加入してるんですけど、すごいね。まあ、700のホームランのクラブに入ったということでございます。そのホームランちょっと見ていただきましょうかね。はい。
すごい盛り上がってますからね、アルバート空砲はね、今ね。なんか、もちろんドラッグはしてないと思うんですけど、すごいパワー出てきたんですね、いきなりね。何があったんでしょう。これ、相手のチームのね、ムキベツさんも握手して、それから、ほら、1年間はね、ドジャースにも入ったから、ドジャースの、この人は日系3世かなのコーチも、もうこれはもう素晴らしいものだと。これ700本、オフィムは大変でございます、ね。ヒストリーですよね、これも。はい。キャリアホームランナンバー700ということでございます。はい。そして、これでも行きましょう。はい、どうぞ。ちょっと。これが22年のキャリアの最後のシーズンだと言った42歳のアルバート・プホールズ。バリー・ボンズ、762本塁打。ハンク・アーロン、755本塁打。デーブ・ルース、714本塁打。サダ・ハルオー、868本塁打日本部に続き、アメリカンリーグ、ナショナルリーグ、日本プロ野球史上唯一、キャリアで700本以上のロングボールを打ったスラッガーです、うん、プホルスとアーロンは少なくとも3000安打と700本塁打を記録した唯一の2人です。アーロンのようにプホルスは50本塁打シーズンなしで700クラブに到達しました。うん、まあということですよね。そしてこれ覚えてらっしゃいますか。カーディナルスに行きましたね、マイク・トラウト、おうちの我がショヘイ・オオタニね、こうした味にとっておりますね。まあ、ということで、こんな感じで、まあ、ジャッジはね、60本落ちましたよと。まあ、こちらは、王さんね、王貞治さんもね、もう一本足で800以上打っております。もう本来はね、MLB はね、これ日本のですね、王貞治さんのものをね、認めるべきだと思うんですね、早めにね。まあ、いずれはそうなるんじゃないかなと思ってくれますね。まあ、とにかく、上には上がいますということでございます。はい、今日はこういう感じでございます。今日はね、負けましたね。残念ながら。はい、86敗。土曜日でございますね。まあ、もうこういうメンバーでございます。まあね、ルイズ・レン・ギフォー、マイク・トラウト、ショーヨー・タニ、テイラー・ワード、マイク、マット、まあこういう感じでみんなも知ってらっしゃいますしね。で、ピッチングなんですけども、8対4で負けたんですけど、最後に、この辺がね、ほら、3点取ってください。3点で6点。この辺までね、面白かったんだよ。またこの辺行ってもよかったんだよ。ここの3点がね、もう大きくなってもなんかがっかりしたんですけど、やっぱりね、こう接戦してると面白いんですよね。ただこう接戦もガーッと、で最後にまたね、これ面白いかなと思ったら、大谷さんがね、ちょっとね、まあ、打った後にちょっと、ファーボールと思っちゃったから、ファールだと思って、あれ必死に走ってたらセーフだったんですけどね。まあ、という感じでございましたよ。そして、ピッチャー陣は、デッドミスは4イニングで8ヒットで、ホームランはなしだけども、三振は2個ですね。4点は自責点だけど、1点はまあ、どうすね、5ラン上げてますよね。まあ、じゃあ、これは1点は実績じゃないんだけど、まあ5点上げて、そしてマイヤーズがね、やっぱり一番横なかった出てきてね、3点も上げてしまいましたよ。あ、2点は彼のもので、1点は向こうの、置いたものっていうことで、これがね、マイヤーズが横なかったんですよね、いきなり。その後に、まあ、ザ・ストレンスには大丈夫で、ワイズも大丈夫だったんですけどね。この方が、まあ彼にもね、チャンス与えたんですよ、コーチがね。いつも長すぎやってるから、じゃああなたはね、先発でやってみたらと。何回か先発してるんですけど、やっぱりね、いや、こう思うと皆さんね、大谷さんはすごいよ。たくさんのいる中で、あれだけね、完璧にこなすね。先発こなす。ヒットこなす。ねえ。いや、もう本当にね、恐れ入ります。はい。こんな感じでございます。レンギフォア2ヒットでね、そしてトラウトも1ヒットで、大谷は1ヒットと、まあ、このもう一つのダブルはですね、ラッキーと言いましたけど、あれはね、やっぱりエラーですね、グラブに入ったんだけど、取れちゃったから、まあそういうことで、あとはもうほら、ワードも今日は調子悪かったですね、バーベキューが1個あった、フォードもバーベキュー1個あった、このガーッと来て、モニアックが1個で、まあこの辺はね、もう最後だから全然あれですよね、7ヒットで。最後はね、ちょっと頑張ってほしかったけど、まあ、いずれにしてもそういう感じでございます。
14試合勝はそのままで、34号もそのままでございます。三振もそのままで、ここが少し11日になったらもうだんだんね、1日が下がってきております。はい。ということで、はい、24日ですね。で、これじゃなくてこちらですね。はい。はい、これは出ましたね。で、明日がデーゲームでございます。その後に90スでまたホームに帰ってきていろいろやります。もう日に、どんどん少なくなってきてますんでね、なんとか頑張ってもらいたいものでございます。はい。ということでございます。こちらも変わっておりません。はい。ということでございますので、今日も買っていないので、あえてですね、あれしません。ということで皆さん、いつも見ていただきまして、最後の方に5打席を入れさせていただきますので、ラッキーなヒットとあれを見ていただければと思っております。The Angels play in Southern California. Weather's never had if it was going to be applied tonight, but it looks like the conditions are fine. Here's the lineup that'll back up Detmers in Minnesota. A nice night for baseball all across the Twin Cities. And welcome to game two of this three-game series with your Los Angeles Angels and the homestanding Minnesota Twins. Game two of this against the Minnesota Twins after a 4-2. And back here at Target Field with the larger-than-life Kirby Puckett statue. One of the Twins. Target Field, home of the Minnesota Twins since 2010. We welcome you back to it. Weather similar to Mike Trout. Shohei Ohtani will lead it off once again. Taylor Ward. Ohtani, who digs in with a 9-game hitting streak active tonight. Batter he has faced. High fly ball, slicing in foul territory. Long run for Jake Cave, and he's there. And that was going to get into the seats to give Shohei another chance to swing. You got to Ohtani. Crowd aboard the 1-2 home. 1-2 pitch. It's the fastball upstairs. It's a base hit. It scores one. It scores another. And it's tied the game at 3. Shohei Ohtani. Time for tonight's Discover matchup. And when a team matches up with the Angels, this is what they have to face. The only team in baseball. That had Sanchez or not. So it might. 1-2 from Jax is fouled away. In that regard, we'll report it. Point for a young pitcher. Shohei sends that one into the opposite field. It chases Cave. Still on the run. Oh, and he clanks it! And it's bad. Base error. Wow! Ball working its way over to Cave. It went over. Bounce for a two-base error. And a smile from Shohei. Cave for hitting that ball there. Say my bad. That's served out into the opposite field. Jake Cave is on. First offering, a little chip shot. It's still in play. Sanchez. それでは see you later. Alligator. See you later. Alligator. それでは皆様、また明日お目にかかります。ありがとうございました。